熱っ。はい、大丈夫大丈夫でした。怖くないよ。はい、まずこちら。でした、扇風機つけるよ。はい、おはようございます。おはようございます、暑い。視聴者の皆さん、おはようございます。おはようございます。今日も暑くなりますか。もうすごい暑いですよね。え、かかってるかかってる。これレッサーをちょっと今日来たんですけど、はい、水がね、ここがかわいそうにね、地面濡らしてあげたいんだけど。ほら、カットされとるもん、暑いで。カットされとる。逃げんくなったね。出たな。ね。上手か。あれだ、こいつやら。ほんとなんかガリガリになった。うん、カットしたとはいえ。まずこちら。まずこちら。でってれー。ボディーシャンプーと毛抜けるやつ。やばいや。無駄な毛抜けて涼しくなるやつ。やばいや。おいで。ね、水怖くなくなってきたかな。怖いからこうなのかな。あー、逆にね。今刺されてしまう。いやだ。違う、分からん。あ、刺されたな。なんかすごいの。痛いかな。痛くないかな。はい、大丈夫大丈夫でした。怖くないよ。よしよし、オッケーでさ、オッケーよ。手洗う先でさ、おいで。めっちゃ逃げるやん。やっぱカットしちゃかなんかしたんじゃない。はい、気持ちいい気持ちいい。やっぱ気持ちいい。よし、オッケー。さあ、オッケー。ブルブルして。ブルブルしていいよ。絶対ここではするな。ええ。ちょっとそこで待っとってや。これよな。めちゃくちゃ出るんじゃねえかって言ってたから。やばいからね、これ。普通に歩いて、ドバにいるだけで虫やばいから。ここ変わるかな。いや、あるとは思うよ。ないよりはあった方がいいと思うよ。いやでさ、かわいいな、あいつ。やっとんのか、俺っちゃう。まずはこれで、はい、エッサー君の虫除け OK。
次、熱中症対策、扇風機。俺、扇風機暑いからね、本当に。いや、雑なもんだよ。扇風機、そうそう、もっと説明の仕方あるだろうってあ、もっと説明の仕方あるだろうって感じなぐらい雑に。サーキュレーターって通常用のやつを、はい、買ってきまして、はい、これも犬の熱中症対策。毎日職人が出かけるときに現地にかけてあげて、はい、帰ってきたら止めるみたいな。レシさん、扇風機つけるよ。嬉しい？嬉しいと思うよ。あのおじちゃんがつけてくれるでね、レシさん、扇風機。よかったね、あのおじちゃんがつけてくれるで。ちょうどいいな、電気のせいで外出せや。電気的にも大丈夫だね。もう回ってる、回ってるよ。お、いいじゃん、レイさん、ほらレイさん、中入る？扇風機当たる？もう暑いっしょ、そこ日当たっとるで、レイさん。レイさん、中行きや。レイさん、中行って、中じゃあね。これと、はい、これか。そうですね、俺これ効力使いだけど。暑っ、こん中も。中が暑い。職人帰ってきてこんな暑いの、すごいな。もっと夕方でもないんじゃない。うん、これ、社員のみんな、ここに置いてきますんで、使ってよ。なかなか言うの忘れるかな、職人が。これがなんか、でも固まらないジェルだから。はい、バス置いといてもさ、塩分チャージ。よし、じゃあレッサーまた見てね、してくれる？頼むよ、レッサー。レッサーすごい人気だよ。しかし皆さん、今日朝からレッサーの動画で癒されていただけたら。まあ暑いで本当に熱中症対策して、はい、暑いんで本当に無理しない。もううちもね、もう早速ちょっと熱中症気味で、今日ちょっと別件で電話したらもう熱中症気味でちょっとしんどいって言って、まあ、現場で言うともう声ですぐ分かるじゃん、もう筋肉が膨張しちゃったんだよ、なっちゃってるんで、まあ、ぜひ皆さん熱中症対策してください。お願いします。じゃあ足場の買い取り、はい、やってます。ぜひまたそちらも見てください。でさ、せーの、また見てねめちゃくちゃ虫じゃあねーでした、はい、いいよもうみたいな顔してる。